はい、皆さんどうも。あら、こんにちは。こん、うん、夜だ、うん、こんばんは。はい、はい、もう始まってんだよ。もう始まってるんです、練習で。ビーゼア、はい、今日ですね、皆さんにお集まりいただきまして、ビーゼアのライブ、うん、この後動画を見まして、うん、それについてトークをしていくという動画になっております。そうなんだね、はい、うん、ということで今回ですね、ライブに参加しましたサポートメンバーの皆さんに来ていただいております。ブラボー、ブラボー、もう旬の言葉ではなくなったけど、ブラボー。はい、じゃあ早速見ていこうかと、はい、思います。はい、ビーゼア、俺めっちゃ、こうめっちゃね、めっちゃ撮ってない。そうそう。この後この後、そう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 。もう一回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 。今見てた今の俺。はい、見終わりましたね。見終わったね。はい。あっという間だったね。そうだね。みんなそれぞれ言ってた。うん。見ながらね。それ言うよね。見ながらね。ライブってそういうもんだから。そうですね。そういうもんだからね。はい。じゃあちょっと画面のところにですね、一応あのセットリスト書いてあるんですけど、まああの順番にちょっと見ながらちょっとやっていこうかなと思っております。まあ SE から始まって、次長い愛っていう形でしたけど、長い愛やっぱかっこいいなんて。いや、かっこよかった。皆さんどうですか、長い愛については。うん、やってみたらめちゃくちゃかっこいい曲だな、面白いなっていう感じになった。初めは本当にこの曲、あのね、曲初めて持ってきた時、まず7分ってあったでしょ。あ、そうだね、7分ってあって、聴いたらまずギターのリフがよくわからんことしてる、途中で2拍入ってるとか、あ、これはリズム隊殺す気だなって思った正直、はい、リズム隊を殺しにかかってる、殺しにかかってきたね、1曲目が殺しにかかってきてるんですね。どういう選曲だよと思ったけど、やってみたらめちゃくちゃ気持ちよかったよ、ね、リズム帯で一番気持ちよくなってた。あれは決まった時がかっこよかった、うん、あれとして1曲目でよかったよね。そう、うん、ジュンさん、あれですか。そうね、出番が少なかった。あ、そうか、この曲に関しては。そう、確かにね、座ってないというか、確かに。そうで、あとはやっぱりみんなすごいリズムが苦労してたので、本番その緊張感が一番いいところで持っていってたのかな。それはあるかもしれない、それはある、確かに。うん、うん、まあその緊張が終わった瞬間にね、ダラッとなっちゃったからね。この後話すけど、ダラッとなっちゃうってね。あのけど、ジュンさんもね、あのちゃんとあの曲は大事なところびっちり入るところからさ、感想、ギターソロ前とかさ、そう、嫌だったね。嫌だった嫌だったんだ。ね、出番が少ないとはいえ、初登場がだってあそこだからね。そう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 、ダダダダダダって入るからね。確かにね。いや、長い間けど、この選曲は、おじちゃんが、そうです、どうしてもやりたくて、そう、ナイス選曲だった。もう次、さまよる青い弾丸ですね。そうね、この曲は、俺まあ、初めてやったしね、みんなね。まあ、初めてやった曲でもあるけどね、特にあんまり思い入れはないの。僕もあんまり思い入れはない。まあ、シングルだし、そうそうそう、もう盛り上がる、ね、フェスでやってたそう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 、ね、ロッキンジャパンとかでもやってたし、そう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 、なんかこうね、セトリに迷った時にこうやってみようかってね、シングルだし、演奏に関しては突筆したことは多分それぞれないんだよね。なんか普通の8ビートナンバーだし、なんか特にテクニカルなことをしてるわけでもない、まあ、裏話的なことで言うと、まあ、ちょっとこれ言っても伝わるか分かんないけど、言っていいかな、あれ。あ、いいよ、いいよ、いいよ。この日、リハーサルがなくて、本番直前のリハーサル、5分の音合わせで、5分だけの音合わせで、音調整しなきゃいけなかったんだけど、俺の調整ミスで、このドラムの横にあるモニタースピーカーね、スピーカー、スピーカー、スピーカー、ここからいろいろ音聞くんだけど、その音からピアノの音が爆音で出てて、他の人の音は何も聞こえなくて、何も聞こえない。高弘のギターがスピーカーの前に向いてあるから、全然高弘のギター聞こえなくて、はい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 、ピアノと俺しかいないみたいな空間だった。おそう、二人っきりだった、俺のところは。ピアノ爆音すぎて。穴に結ばれてたり。そう、ずっと。今まで黙ってたじゃん。今まで黙ってた。確かあら。まあ、ただそのおかげで、13のやっぱその正確なリズムキープが、なんかメトロノームのようにこう、聞こえてきてたから、そうリズムは取りやすかったかなっていうのはあったけど、
バンドとしての気持ちよさっていうのはなんか、うん、なかったから、ちょっと消えちゃった。何にもギター聞こえないしっていうのが、うん、あだから、うん、やっぱねリハーサルはねしたいよね。あリハーサル確かにしたいですね。ーオープンリハっていうかその直前リハ、厳密に模してやりたかったなって、そうですね、思いましたね、この曲は。けどあれなんでしょ、他の人の音なんて聞きたくないからとりあえずジュンさんの音だけみたいな、そういうことです。なるほどね、ありがとう。数にうるせえよなんて、ね、そう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 ちょうど都合よかったなんですよ、芸人の音下げて、そう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 ボーカルいらないからもう全部ゼロにしちゃってっつって、はいはいはい、ほらはい、ね、うん、そんな感じです、ね、2曲目はね弾丸でした、その前よりある弾丸で、一応今回の動画には MC が入ってないんですけど、はい、MC どうだった見て、MC は、まあ、MC はお客さん温かいから毎回助かってるんです。そしてまだね、コロナちゃんがさ、うん、世間でこんな感じですからマスクしている中での、まあ、ちらほら声もいただいたりしてありがたくて楽しかったです、喋れて、うん、そんな感じですよ、うん、はい、うん、冷たいね次行っていい、うん、次行っていい、はい振るんじゃないよ、MC のことに関してしたら飽きてるんだったら誰も興味ないんだから俺のことなんてそんなことないよ、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 カズニしか見てないって、はいはいはい、そうそう、みんなカズニだけを見てる、ゲッツ、はい、うーん編集点でしょ、今そうそうそうなるほどね、今のが編集点、そうそうそう、ゲッツアイキャッチ使うんでしょ、そう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 、ゲッツね、そうそうそう、もう一回やってみて、これアイキャッチでしょ、そうそうそう、そっちに次に行ってくれって、そうそうそう、次切り替わるとき、ね、必ず出てくる、そう、はい、じゃあ次3曲目タイムですね、はい、これはね俺言いたいよ、イントロなんであんな下手くそだったのかっていうね、俺がね、うん、言い訳タイムかい、そう言い訳タイムですよ、こっからは言い訳タイムですよ、もう僕もまだまだもう先に言いたいなって、もう言い切った、言い切った、いやまだ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 言う、まだ言う、あ、ちょっとどうですか、どうぞ、いやいいよ別に言っても、いや先に言って、先に言って、ね、いやとりあえずなんていうんだ、言い訳はないないよ、あの下手くそだったっていうだけ、もこいつ下手、もう多分ね動画見た人全員思うと思う、下手くそだなって、俺も自分で言う、下手くそだった、すまん、もうね俺もね自分の彼が言っちゃう、以下同文、うーん、まあまあでもそれやっぱさ、ギターソロの後のねえ、せっかくキーボードのジュンさんとね、綺麗な音でこう歌が入るとかあるんです、そこでちょっと私リズムを狂っちゃいまして、皆さんにその説はご迷惑を、もうたけちゃんにさっきもうボコボコ殴られて、もう傷今ね、ふざけんなよ、もうちょっと俺鬼だからもう傷修復しちゃったんだけど、もうさっきね、俺が一生懸命の次の大事な、めちゃくちゃ大事なハモリをしなきゃいけないと、でめっちゃね、ジュンリュウさんのピアノ聴いてリズム取ってる、動画で見たら分かるけど、俺これめっちゃリズム取ってて口ずさんでんのに、なんだっけ歌詞だ、つまらん、つまらんって言ったら、うん、ずれるから、つまらん、あの動画見て一度さっきこれ以上にひどく言われてるのに、さらにこの仕打ちとしてこう動画公開しながらまた言われるっていう、この最初に謝ったのにもう一回言うっていう、高木のこれ編集して乗っけてくれるんじゃない、そうそうそう、この後ね、この後だけ切り抜いてね、はい、それでは問題の映像をどうぞ、はい、逆にいや面白くないよ、やだよ、だってさ、うん、あのたけしさんは気づいて、うん、あーってなってるし、まあ、じゅんさんはじゅんさんってね、うん、こうちゃんと性格、ね、そう性格でこう、うん、ってなりながら弾いてるけど、一人だけなんか気持ちよさそうに歌ってんの、いや気づいてるよ、本番中に気づいてる、やってしまったって、気づいてる、気づいてる、気づいてる、あんまりそれ出さないよ、出さないよ、出さないよ、ね、もちろん気づいてる、うん、うわーって、逆にでも、うん、あそこ俺がわざとハモリ入んなかったら、うん、それはそれでカズニがためただけになってるんだよね、きっとね、あーなるほど、そんなことはない、多分もうごめんなさいしか言うしかない、じゃああえてここで暴露しない方がもしかしたら
いや、何も気づかないで、何も気づかないで、そうそう、そんなことはない、聞こえたかもしれない、ちゃんと乗せちゃって、あ、分かった、自分への戒めのためにもちゃんと乗せます、そう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 、ただこの曲はね、あ、ごめん、いいよいいよ、この曲は俺も結構ミスってるからね、あ、ちょっと、一番のサビ、そう、あそこね、成功率 20% だったからさ、これは言い訳だけど、サビで今回ハモんなきゃいけなくなったから俺、そうね、そうだね、そうだね、あ、そうか、全編ハモリ俺しなきゃいけなくなったから、うん、ハモリばっかり頭いっちゃってダメなんだよ、ね、お世話になります、お世話になります、いやだからハモリ素晴らしいですよ、さっきも言ったけど次回から俺ハモリだけやるから、あー分かった、ダメだよドラム打ち込んでね、ドラム打ち込んで、まあ新しいメンバーちょっと見つけたほらほらハモリだけやるから、ね、ハモリだけね参戦して、ね、許しません、ダメですかはい、じゃあみたいです、次ね、4曲目ギメアラブ、はいはい、これはね、一言で言うと楽しかった、不屈のラブドライバーね、えサブタイトル言ってくれたどうですか皆さん、ギミアラブはだからって言ってもあれだもんね、ギミアラブは前やってるし、うん、いや、ジュンさんが初めてだもんね、まあ当然今回参加するのは初めてだから、うんうん、あれだけど、そうね、そうね、どうですか、ジュンさん、いや、この曲やっぱね、キーボードのね、あのシンセの、ね、そうですよ、ブラスの音がやっぱり軸だから気持ちいいから、あれ、うん、あれが気持ちいいからね、やっぱりね、うんうん、バッとバッバラ、そうね、やっぱりこの曲リズムのことしか言ってないんだけど、大事結構これみんなで揃うのがなかなか ね、練習意外と揃わなかったから、うん、全然だ、確かにそう、うん、なかなかね、いや大変だったね、本番も俺は揃ってるとは思ってない、うん、うん、確かにね、うん、楽しくはね、うん、楽しくはだけど、うん、難しいよこの曲は、なんかグルーヴの取り方が多分一人ずつ違うんだろうねみたいな感じでね、うんうん、気持ちいいところにちゃんとハマってない感じがするよね、聞いてて、それぞれなんだろう、リズムには決まっカチッとやってるんだけど、うん、前乗り後乗りがそれぞれ違うから、そこで合わないというか、それが全員、うん、例えば前乗りなら前乗りで合わせるか、うん、後乗りなら後乗りで みんな合わせればいいんだけど、うん、俺は前乗りだし、モッチは後ろ乗りだし、うんうん、ジュンさんはもう正確に弾いてくれるしみたいな感じで、なんか整合性がなかった気がする、そうだね、うん、全体的に前乗りというよりは前のめりになりそう、前のめり、そう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 、前のめりか、そう、うん、のめりだとやるとダメなんだよね、そう乗りならいいんだけど、俺なんだ全部、すいません、あ、そんな本当に苦手なんです本当に難しい。いいことも言ってこ。そうだね。ね、動画、ほら、動画見てる人はほら、もちろん反省点言ってるメンバーの話も聞きたいけど、動画見てる人は明るいところも見たいと思うよ。確かに、ね、うん。動画を再生してくれるってことはそういうことですから。いいこと言う。いや、そうだよね。反省は、いや、いや反省はもちろん大事だけど、うん、そうそうそう、反省ね、三ぐらい。そうそうそう。いいこと考えないし、そういうこと。まあまあまあ。どうもやっぱこう。言い訳会になっちゃう。そうそうそう、毎回言い訳をしたくなっちゃう。言い訳をしたくなっちゃう。この曲は、音がやっぱりちょっとこうスパーンと入るようにしたかったので、うん、それを作るのが結構大変というか、頑張ったというか。音色の部分ってこと？ああ、いや、音色ね、素晴らしかったよね。うん、いや、うん、めっちゃテンション上がる。うん、面白かった。でもね、最初ね、うん、ダッ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 ダの後にバッと入ってきた瞬間もテンション上がるもんね、ジュンさんパッと入ってきた、そうそうそう、ジャッダッダッダッって、そうそうそう、あれ入ってくるとね、うん、ちょっとテンション上がりますよね、うん、じゃあ次行きましょうか、うん、はい、ウルトラソウル、ウルトラソウルはいや、この動画うんでを指すかと思うけど、うん、動画見てる時全員無言だそんなことない、いや、ウルトラソウル自体は素敵な曲ですよ。そうですよ。もうヒットナンバーですよ。うん。ビーズの代表と言っても過言じゃないでしょう。そうです。ね。うん。けどね。うん。うん、これで全てを、うん、物語っておる。うーん。なんでそんなにあれなのさ。いや、なんだろうね。いや、俺はね。うん、いい曲ですよ。うん。いや。これ以上語ることはないのかな、うん、今やっぱりね、なかなか声出しづらい、いや、そうですよね、そうです、ね、次回、うん、お客さん、そうですね、そう、やっぱお客さんに助けてもらえる曲だよね、うん、そうですね、やっぱみんな手拍子と声で、そのセットですからね、うんうん、
ありがとうございます。助け舟がね。さっ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 。まあちょっとこれはこの辺にして。まあ。別にも話してない。まあそういうこともあるよね。まあいいよ、なんもないよ。俺もなんもない。別にこの曲は。この曲の見どころはじゃああえて言っとくと、うん、まあモッチのベースソロは俺好きなんだよね。かっこいいよ。この曲。神経使ったってね。だってあそこ集中してるでしょ。集中してる。うん。って言ってたよ。近づくにつれてどんどん顔が怖がってる。くる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 っつって。うん。みたいですよ。ね、全体さらっと弾いてるように見えるんだけど、うん、結構ちゃんとなんていうかいい音出してくれてるから。そうそうそう。そう言っていただけるとありがたいですね。だあんまりこうどなん動画的には見た目的にはあんまり目立たないんだけど。音としてはやっぱりちゃんとベースとしてね、うん、縁の下だよね。そう、いやもうね、縁の下のモッチだよね。縁の下のモッチだね。毎回ライブ俺自分で見ても思うんだけど、もっと動けよって思う。いやけどね、そこまで大丈夫だよ、うん、もそうだよ、うん、別に、うん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 、フロントマンここに2人いるんだからさ、まあ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 、うん、全然だ同じ立ち位置でずっと職人家のように弾いてる分には全然このバンドでもありだよ、うん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 、ありだと全然あり、うん、よかったじゃあ、うんうん、無理しなくてもいい、うん、いいと思う、全然いい、うん、もっと振り回した方がいいのかな。くるくるんってね、くるんってガンってブンブンやったら、うん、あじゃあモチがベース回したらびっくりするわ。もう大丈夫か。フラフラしたのね。スラップ外れてね。やばいねやばいね。やるないか、やらない、却下です、やらない、うん、却下。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、じゃあ次 MC だけど、まあこれはいっか、うん、OK、うん、OK、うん、MC OK、まあ、まあ今回ね、乗ってないんですけどね、うん、まあ、うん、しょうがない、うん、はい、うん、ちょっと待って、戻っていい？ MC で思い出したけど、うん、あのさ、ギミュアラブの動画、ちょっと皆さんもう一回見ていただきたいんですけど、今一度聞きたい、クーキースって何したの？クーキースっていうのはね、空気椅子をするとここが90度になるわけじゃん、うん、うん、90度っていうのを改めてみんなに勉強してほしかった、そんな動画です、うん、ゲッツ、うーん。ごめんね、話行ったり来たりで戻って申し訳ないんだけど、あの時ね、うん、こういうことしますよってなんとなく練習の時に話してたじゃん、言ってたね、そう、うん、で、まあ、なんだっけ、寝ながら歌うとか、そうそうそう、なんか言ってた、そうね、寝ながら歌おうかなとは言ってた、うんうん、なんか考えてくるわって言ってたけど、空気椅子というワードは一つのことだなって確かにね、まあほら、うん、計画通りにやらないっていうのが MC みたいなもんじゃん、うん、まあ曲間の MC だけどね、これに関しては、うん、全員頭ハテナってなって、そう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 、しかも一回、まあ、空気椅子やりますっつって髪手に吐き出すし、うん、まあ、そこで、そうだ、探して、うん、撮影してるんだった、そういえばっつってね、うん、いや撮影してなくても髪手に引っ込んじゃダメでしょ、そう、ステージの端っこ行ったらダメでしょ、そこが43歳のおじさんってことよ、うん、髪手に行くっていうね、うん、あれはね、メンバーもお客さんも多分全員ハテナが浮かんだところ、まあカズニーがボーカルっていう時点でクエスチョンマークよ、うん、言い過ぎじゃない？じゃあ iPhone 怖いよ、シルバーで。いや、でも分からんないよ、分かんない、分かんない、分かんないから、あ、ごめんは分からんってごめんなさい、本当に、うん、すいません、申し訳ない、うん、ありがとう、うん、じゃあ戻りますね、はいはいはい、はい、途中でちょっと前後したんですけど、うん、次があのコーリングですね、うん、コーリング、コーリング、さっき見てた時皆さん無言でしたね。いや、そんなことなくない、無言っていうか、あの、あ、いいねっていう感じの、そう、あの、そうそうそう、うん、うん、いいねって感じで、そうそうそう、ウルトラソウルの、ウルトラソウルの無言じゃないです、全員ガラーっていう感じではなくて、そうじゃなくて、うん、ウルトラソウル、あ、ごめん戻るけど、うん、ウルトラソウル、高木の携帯維持したからね、ほら、半分ぐらい携帯維持した、やばい、バラされたー、ないのかと、ほら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 、バラされちゃったね、ここを切るか切らないか、そこだけスマホ確かに実装いじってね、言わんかったけどね、そういうこともあったんだよね、コーリングね、じゃあその黙ってる映像どうぞ、入れるんかい、いや、ない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 わ、で、次コーリングです、コーリングね、コーリングはそうですね、ウルトラソウルとは違った形でみんな聞き入ってた感じですよね、まあ、良かったんじゃない、うん、良かったんじゃない、コーリングがいいから、うん、良かったよかった、良かったらしい、あ、なんか前回のコーリング、うん、そうだね、前のレッドリボンの時にやったコーリングでしょ、そう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 、俺が叩いたやつ、うん、なんだっけ、ちょっと待ってね、出すのそれ、ちょっと見てみよう、あの、
これ読みますね、読みますね、前回のやつです、早送りしてるみたいに早いですね、誰も気づかないんですか。いや、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、それ、ちょっと後で聞いてくださいね、すいません、僕のカウントミスです、いや、ごめんなさい、俺が早く叩いちゃいました、全部謝ります、はい、あえて名前とか出さないですけど、まあ見たらバレちゃうんだけど、名前とかね、誰が書いてるかバレちゃうんだけど、早送りしてるみたいに早いですね、誰も気づかない、やめろ、ぐさっとくるわ、ごめんなさい、確かに、ごめんなさい、でも動画をこの方は見てくれたってことで、再生してくれたってことですから、ちゃんとありがとうございます、アドバイスしてくれてるから、そうそうそう、ありがとうございます、そこはね本当にありがたいです、気をつけます、うん、クリックしてクリック聞きながら叩きますよね。そうっていうコメントがね来てたんですよ、それでなんか今回ね、あ、テンポ安定してるねって話だってね、そう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 、してて、ね、それはね俺めちゃくちゃ気をつけたもん。だから俺も自覚してるわけよ、ああ早い、ね、前回のライブ動画見て、ああこれクソ早いなと思って、これはまずやべえわと思ったから、今回はカウントを落ち着いて叩きました、うん、はいはいはい、はい、ということで許してください、ありがとうございます。でもそのおかげでね、うん、良くなったってことですね、まあ、そうそう、良くなった、今回のコーリングは良、うん、くなった、うん、コーリングも結構あれですよね、今後やってってもいいレパートリーにはなりつつあるよね、やりたい、ね、コーリングやり続けてもいい感じですよね、うんうん、ちなみに今回、あ、ちょっとそのままいくか、はい、ちょっとラストの一部と全部を、じゃあアンコールですね、そう、アンコールでやった曲の話をしていきましょう、うん、一部と全部、これはこれもカズニーがどうしてもやりたいって言った曲です、そう、スタジオのね、ビーズさんの公式のスタジオでやった時のね、そうそう、一部と全部がかっこよすぎてね、どうして、うん、まあ、ね、コーリングもそうだけど、わかる、アバコのね、この曲がめちゃくちゃかっこいい、めっちゃかっこいいね、うんうん、その影響ですね、どうしてもやりたいと思ったのは、うん、で、みんな知ってる曲だし、そうだね、うん、ドラマ見てる人も多かったのかな、ブザービート、うん、ブザービートね、うんうん、ただね、これ、うん、さっきも言ったけど、うん、スタジオの時に、うん、全然なんかバンドとしてうん、まとまってないなって感じすごくしてて、あ、それは、うん、なんか スカスカというか、うん、なんなんだろう、グループしてないなって思ったんだけど、うん、ライブ見てたらあれ案外ちゃんとバンドになってるなっていう感じはして、うんうんうん、すごくいい感じ仕上がってると思った、うん、さっき見て、うんうん、ライブ、うん、はい、でもまずいこと言ってるわけじゃないよね、なんだ今のまま、いや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 、で実際に、ね、やりたかったらどうですか、うん、やってみて、いや思った通りのイメージしている感じの、うん、グルーヴ感だと僕は思いました、うん、じゃあ良かったと、うん、じゃあ良かったそうです、そうです、楽しかったです、はい、いいですね、うん、まあこれで全部7曲、いや待って待って、はい、ん、何言わしてくれよ、いいよ、一部と全部、え、何、じゃあこれで全部7曲、何言わしてくれよ、いいよ、何、あー、俺ちょっと怒ってんだからね、さらっと終わらせそう、さらっと終わらせようとしたプンプンだ、うん、いや言わせない、だから言わせ、言わせくれよ、言わせないよって難しいな、じゃあ、うん、なんすか、俺はね、はい、コーラスをしなきゃならないんですよ、生まれてくるまでねねねねって上ハモ A メロのね、はい、で高木のに歌えない、俺が歌えないとこあるから、うん、A メロの2番のね、うん、何が何でもってところを歌ってねってお願いした、で俺かぶっちゃうから、何が何で生まれってかぶっちゃうから、そしたら高木気づいたらステージの前にいるから、おいお前どうやってマイクに戻んだよと思って、結局俺歌ってるね、何がな生まれって、おい高木はもうこれに関してはみんなでもう拍手しよう、何の拍手だたけしさんがすごいなって、いやそういうことですよ、うん、そういうことですよ、たけしさん素晴らしいなっていう話ですよ、素敵よ、うん、あんだけ頼んだのにっていう頼んでたよね練習でね、いや申し訳ない本当にそこでね、気を利かせて俺がちょっとバッて言って言えばよかったんだけどね、そうだね、なんで自虐全員でなんか慰め合いなんか暗い動画になってない、大丈夫これ、うん、いや、うん、っていうなんか別に、うん、お笑いは大丈夫、うん、はい、うん、いや本当ね、いやあれはね申し訳ねえなと思いつつね、いいんだよ別に、あのね正直に言おう、うん、もう何も頭に入ってなかった、そうでしょ、そうでしょ、もう何も頭に、もう気持ちよく前に行ってたんだけど、もう気持ちよく前に行って、
あもう気持ちよく弾いて、あなんか何が何でも聞こえてくるなって。でしょ。いやもう絶対そうだと思ってたよ俺は。多分スルーされてるんだろうなと思って。あ聞こえてきたみたいな、そんな感じで。もう一回見てみてください。ね、もう一回見てみてください。本編の方俺はちょっと怒った顔。怒ってないけど。怒ってないけど。うん、だからなんかね、あれだよ、あのどこだっけ、うん、一部と全部のさ、サビにもなかったっけ、そんな場所。あったっけ、うんと。あ、ちまなこでとか、あれも俺言うっていう話になってたんだけど、あの2番とかの時俺も完全に下手にいたからね。完全に下手にいたから気持ちいいからさ、歌う気ねえだろみたいな。あ、ちまなこで、あ、そうだ、俺歌ってないもんな。そう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 、あのサビの部分ですね、本当はね。あのビーズの原曲を聴いてる人はね、多分その愛の手じゃないけどハモリが入ってるのしてると思うんですけど、そうですね、まあ僕がやる予定だったんですよ。はい、うん、誰だやらなかったのはって話なんですけどね。そういうことです。高広も、高広も次回からこれつけよ、インカム。どこでもね、大量にワイヤレスもね。そうそうそう、ワイヤレスもね、インカムねつけてね、買っときます。買っておきますね、はい、笑うわ。はい、ということで、全部で7曲今回やったんですけれども、7曲やったんですけれども、うん、まあ、今回新しくやったのは3曲か、長い愛とさまよえる青い弾丸と一部と全部ですね、うんうん、少ないとね、そうだね、今回3曲入れ替えっていう形で、うん、まあタイムとギミアラブとウルトラソロコーリング、この4つは前もそうですねやってますね、うん、なのでこれも前の動画と比べていただくとね、はい、どれだけ成長してるかとか、成長してないとか、こいつ、このギターなんだとか、そんなの言えると思うので、ね、早送りしてるみたいに早いぞ。大丈夫よ、たくさん。もうそれはもう終わったことだからね。それは動画の適用欄とかに書いてあるのかい？あ、そうですね、概要欄に。概要欄にね、全部載せておきますのでね、はいはい、あ、概要欄にね、そう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 、簡単に聞き比べができる、うん、そうそう、聞いていけるなるほどね、うん、入れて、うん、前回のライブ動画入れておきますので、ね、見ていただければと思いますと、はい、はい、うん、ただまあ、じゅんさんがね、今回初めてなので、僕らは3曲新曲って感じですけど、うん、7曲新曲ですもんね。そうですよね、うん、そういうことになる、大変だった初参加で大変だった、はい、ありがとうございました。いや本当に本当あの短い期間で、いや本当によくここまでですよ、本当に ありがとうございます、うん、ありがとうございます本当に。いや、やっぱりね、うん、ビーズってね、うん、ハードル高いじゃない、うん、初めからもう、うん、ね、あの8ビートやってればいい話じゃないから、うん、そうだね、いや8ビートは難しいんだけど、うん、やっぱり1曲ずつに性格が違うから、うんうん、音作りから大変でした、ね、すごい、うん、たくさん褒めてね、ありがとうございます。じゅんさんのことは褒めてますけどね、いつも褒めてます。じゅんさんのことは褒めるしかないからっていうか、なんだったらなんもね、言うところがないよね、うん、そういう意味ではね、うん、そう、なんか、うん、ここダメだったよとかっていうのは、うん、コーラスしてねえだろうとか、そういうことは、うん、コーラス当たってないからね。俺じゃなかった、俺の話。それは、ね、自虐ですか、うん、ね、あの一部と全部の途中でコード進行間違えたとかさ、それ、それ、それ、あー、ブサッ、ブサッ、タイムのサビ入り損ねたとかさ、あねえ、そういうのね、ジュンさんにはないからね、ジュンさんにはないからね、今回意外となかったね。ね、ないよね、うんうん、ツッコミどころはなかった、うん、あ、まあ、唯一言うとしたら、うん、ギミアラブの A メロ弾かなくてもいいのに、まあ、あのカズニーにちょっとちょっかいかけられて、いや、それはだから僕の責任ですから、ごめんなさい。な、謝罪動画になってる、完全に。なんなの、本当に。謝罪動画作ろ、申し訳ありませんでした。記者会見みたいな。それぞれ一つずつ。一曲ずつね、うん、謝っていく動画ね。なるほどね。はい、まあ、はい、こんな感じですね、はい、はい、7曲やりまして、うん、そのライブの動画、はい、上がっておりますので、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。そうです、はい、はい、うん、では最後に一言カズニー締めちゃってください。今年はもうこれ動画、このトーク動画公開されるのが3月あたりなのかな、多分3月あたりかな。今年ももう3ヶ月終わっちゃって、あと残り算数できる9ヶ月なのかな、今年も。
9ヶ月ってことはあっという間なんですよ。うん、1年っていうのは12ヶ月で構成されてる。うん、365日うんっていう曲もいい曲で、ミスチルさんかな。うん、いろいろあるから、そういう意味でも12月11日カジノドライブの2022年うん大変お世話になったっていうライブ動画でした。何？ね、うん。